飲み物をすべて水に入れ替えると起こる9つの驚くべきこと。私たちは体に悪い飲み物がどんな影響を及ぼすか知っています。肥満、心臓疾患、腹痛、肌の病気、虫歯、うわぁ、どれも恐ろしくてこれ以上並べたくないですね。でももし飲み物をすべて水に変えることができたらどうなるでしょう。体に何が起こるのでしょうか。人気ブロガーで講師でもあるクリス・ベイレーはこれについて1ヶ月にわたって調査を実施しました。彼の結論は大変印象的で驚くべきものでした。我々は彼の研究結果のまとめをお伝えすることにしました。しっかり捕まっていてください。この事実にきっとびっくりして椅子から転げ落ちるかもしれないですよ。体重が減るのが早くなる。そうです、特別なダイエットは必要ありません。9日間すべて飲み物を水に変えることで1日に8キロジョギングをしたのと同じだけのカロリーを消費することができます。すごくないですか。たったこれだけでスリムな体を維持できるなんて、私はすぐに実践します。あなたもどうですか。第8位、カロリー消費を活発にする。そしてさらに活動する活力まで与えてくれます。朝 500ml の水を飲むだけで体の代謝を 24% も上げることができます。カレンダーに毎日十分な水を飲むと書いておきましょう。すぐに素晴らしい結果が出ることでしょう。第7位、脳の働きが良くなる。あなたは脳の 75% から 85% が水でできていると知っていましたか。混じり気のない水です。つまり水を飲むことでそれが脳の燃料となり集中力を補ってくれます。水を飲むと効率的に仕事ができ、素早く日々の責務をこなし遅くまで元気なままでいられるのです。これってまるで夢みたいじゃないですか。第6位、朝食になる。水で食欲を抑え体重を減らすのを助けます。また時に我々は喉の渇きと空腹を混乱することがあります。つまり急に高カロリーのものが食べたいと思ったけれど、実はコップ一杯の水が欲しかっただけだったりすることもあり得るのです。次に空腹を感じた時にやってみてください。効き目あるんですよ、本当に。第5位、毒素を素早く排出することができる。水は体に有害なものを洗い出し老化を防いでくれます。できるだけ長く若くてピチピチで痛いですよね。なら今すぐコップ一杯の水を飲みましょう。第4位、様々な病気へのリスクを減らす。何の病気のことかって、それはもうありとあらゆる高血圧から膀胱炎、大腸がんなどなど。治療費にお金を費やすようなことはしたくないですよね。それならもっと水を飲んでくださいね。第3位、心臓の働きを良くする。はい、これ本当ですよ。1日コップ5杯の水で心臓発作のリスクが 41% も減ります。41ですよ。この数字はかなり驚きです。さあ何を待っているのですか。健康でいるためにコップ一杯の水を飲みましょう。第2位、肌の弾力と透明感が増す。水は肌に弾力を与え透明感を出します。信じてください。水を毎日飲んだら数週間後には自分の肌にうっとりすることになりますよ。そして第1位、これ私の一番気に入ったやつです。かなりお金の節約になる。あなたはテイクアウトのコーヒーやジュースに週いくら使っていますか。そうですね、私はいくらか言いたくないぐらいたくさん使っています。
水の価値は他の飲み物に比べてずっと安いですよね。考えてみてくださいね。さて、この驚愕の事実にすっかり感心させられましたか？もしそうなら良い評価をクリックしてください。もし私たちの動画を初めてご覧になったなら、ブライトサイドのチャンネル登録ボタンもクリックしてください。人生の明るい面、ブライトサイドでお待ちしてます。